文化にもなった加藤隼戦闘隊、その冠名の加藤立夫中佐、翼と胴に白いたすき模様の一式戦闘機、隼を操る陸軍パイロットの中で唯一分身の損傷を与えられました。加藤隼戦闘隊は、海戦時にマレー半島に上陸する山下智之の戦艦の上空援護を務めます。当日、悪天候により危険な任務が予想されますが、加藤は率先垂範、指揮官戦闘の姿勢を貫き戦闘に立ちすべき、任務は日没2時間前まででしたが、加藤は、船団は日没前が最も敵の攻撃を受けやすい、ぜひ日没まで援護をさせてください、と進言します。そうして援護にあたり、米軍の偵察機を撃墜する戦果を挙げます。しかし夕方から天気が急変し、3機が未帰還となりました。加藤は、部下の帰還を待ち、深夜まで嵐の飛行場に立ち尽くしたといいます。1、いかなる困難にあたっても平常心を失わないこと。2、何事も任務遂行を第一とすること。3、個人の功名を手柄に走って、団結を乱さないこと。これは加藤が64戦隊の、部下たちに示した3つの訓戒です。その後も加藤隼戦闘隊は、勇往邁進で戦い、陸軍最強航空隊の代名詞となりました。